1話か。まだこの時間は。ということで、のんのんの卒業公演がいよいよ明日に迫ってきたということなんですけれども、ね、寒いね、こっち。びっくりした。本当にびっくりした、うん、私今日のさ、レッスンズボン見て、足出てんだけど。見て、足出てんだけど、めっちゃ寒い。寒すぎて、マジ間違えた、普通に間違えた。みんな長ズボンで、普通に間違えた。知らないもん、こんな寒い。誰か言ったよ、寒いよって。マジ寒い、足めっちゃ寒い今。間違えました、長ズボンだった今日は。確実に寒いよ、本当に寒いよ。なんでこのズボンねしたんだろう私。え、なんか LINE ニュースでなんか電力がうんちゃらかんちゃらみたいな、私も見た。どういうことですか、電力な、何の話をしているのかあんまり分かってないんだけど、どういうこと。私関係ある、ここの電気もやばいってこと、そういうこと。どういうこと、今日だけ、それとも今日からずっと、明日も明後日も、今日だけ。まさかこんなことになるなんてね、思ってなかった。とりあえず今日だけ、あとちょっとで東京全部が停電。え、ここもやばいじゃん。やばいじゃん、やばいやばい。よかった、配信しといて。やばい、そんなピンチなんだ日本。日本やばいね。唇の皮むけちゃった。あれ、リップクリームあった。マジ一人だけ小学生だったもん、体育。本当に体育受けてる小学生だった今日。マジ寒い。ももちゃんとぎょうちゃん、そう、今ぎょうちゃんは今やってるかな、もう終わったかな、やってるかな。停電になる前に配信、まあ私はもうもうねしてあるので全然あれなんですけど、
そうだよね、私待って充電してってみんなって思ってたけどさ今のうちね、そう充電は多分みんなしといた方がいいよって思ってなんか言おうとしたけど、ショールームお前ショールームしてんなよって話ですよね確かにお前がショールームしてることによって電力失われてんだよって言われそう。すいません、させん。そんな変わるかね。だから携帯の充電なくしたくないなって人は見ないでくださいやばいこと言ってる今私。ごめん、ガッチリあくびした。カモシカちゃんとはお会いになって、会いました、お久しぶり、お久しぶりです、明けましておめでとうございますって言われた。そんな会ってないかと思って。でもさ、エイトの日あったよね。そういえば今思い出したけど、あれ出てないっけ、レミちゃん。あ、そっか、学業がなんちゃらで出てないのか。え、じゃあめちゃめちゃ久しぶりだったんだ本当に。レミちゃんいつぶりだろう。本当に久しぶりだったんだ。お話し会とかなんか勝手に見てる気がしてた。あれか、鳥取山陰放送とかなんかいっぱい最近ツイッターとかインスタも始めたりとかしてたし、それで見てる気持ちになってたわ。うん、そうなのか、出てないのか。あ、お腹すいた。マンダさん、ハートありがとうございます。眠たいよ、僕は眠いよ、私も眠いよ、今日も眠いよ、明日も眠いよ、毎日眠いよ、うほほほほ。マジで服装間違えたわ、本当に間違えた。超寒い。笑点、いつも笑点になっちゃう。明日の公演無事できるかな。明日の公演ができない理由として挙げられるのは何ですか。何が挙げられます、逆に。こうなったらできなくなっちゃう。なんかある、なんもないんじゃない。できるでしょ普通に。
まあ、のんのんが体調崩すぐらいじゃない。うん、できるよ、やるよ。まあ、電力不足やるよ。停電したら小ルームってどうなるんだろうね。今日もあれでしょ、クララちゃんの卒業。クララちゃんとはね、ちゃんと喋りたかった、もっと。なんか私本当クララちゃんのことはずっと結構可愛いなと思ってたんだけど、そのもっとなんか、なんだろう、うわってどぎも抜かれましたって思った瞬間は今年の成人式だったんですよ。そう、だからそれでうわなんかめっちゃ可愛いって思ってキューンって来た直後に卒業発表だったよね、確か。頑張って。そうそう、ショールームのサーバーがあるデータセーター、データセーターってどこか分かんないけど、いやそういうことじゃなくて、なんだろう、私たちがもしね、じゃあ電力ないんでできませんってなったらチケットなのかどうすんだろうね。テレテテレ、ねえ、春はいろんな季節。え、17期ってもう入ってくる？なんであなたが知らないの？すいませんね。17期って いつ入ってくんだろう。決まったのかな、今どこまでオーディション進んでんのか、それも分かんない。お披露目いつなんだろう。ね、全く分かんない。新チーム移行して、いやそりゃそうでしょ旧チームに入って、じゃあそのさ、なんか気まずくないですか。ちょっと膝、お膝座っていい、そのなんていうのあれしていい、お山座りしていい。靴は脱いでるんでごめんなさい、ちょっと寒くてうんね気まずくない、なんかあ、あってならない。グミ食べます。めっちゃもぐもぐしてるやん。これはキャンディーと一緒。
寒いね。NHK のスタジオで電気消して放送して、こっちも電気消して放送した方がいいのかな。放送ではないか。電気消した方がいいのかな。届かない。頑張れ。あ、危ない。無理。待って。入ってきちゃう人が。じゃあ一個だけにしよう。うん。ショールーム配信中っていう札は出してるけど、入ってきちゃうから人が。一個だけ。こっち側向いてたら多分大丈夫。あ、でもこれくらいの方がなんならさ、めっちゃ肌の色がよく見えたりして、これくらいで、いやちょっと暗いけど、ちょっと暗いけど、まあ一回ぐらいの気持ちです。今日はのんのんの卒業公演の練習。めっちゃ美味しそう。何これ。ローソンで買える牛ユッケ。ツイッターで見つけた。めっちゃ美味しそうじゃない。やばー、うまそう。いいね、食べたい。突然停電になったら困るでしょめっちゃ困るでしょ。突然停電になったら電車って動きます？めっちゃ困らない？で停電になったらやばいよ。ここで寝泊まりしなきゃいけなくなっちゃう。 TikTok で見たけど 40g 800円高っ。買わないわ買わないわ。
くる言葉。止まってみた。睡魔と戦ってたわけじゃない。みんながハルピョン溜まってるよ、止まってるよって言うのを待ってたの。でも誰も言ってくれなかった。私がただ寝てる人みたいになってた。違うよ、ハルピョン固まってるよって言ってもらえるのを待ってたの今。あ、すごい自分楽な姿勢で配信してるわやば、こんな姿勢で配信してていいのかな。椅子間違えたな、こっちとそっち逆だな、そっちの方が座りやすいな。お仕事中の竹兄さん、ハートありがとうございます。今日は何を仕事をしてるんですか。眠そうな顔をしてた。うん、だって眠いは眠い、それはそう。ナーニャさん、パンダさん、ハートありがとうございます。眠いけど、だって今日6時半に起きたんだよ。すごくない？6時半に起きた。なんかさ、朝人間になりたいから早く寝たいんだけど、次の日が何時か分かんない、あの次の日の予定が来るのが結構遅いから。それまで寝れないんですよね。だから結局ね、夜型人間。普段何時起き？普段は別に起きなくていいなら起きないです。私は駅の林さん、ピンク桃ありがとうございます。桃まんじゅう、ママはそうですよ、早起き。でも別にママが起きても私は寝てます。休みの日はお昼頃まで寝、まあ、だいたい起きるんですよ。一回起きる、目を覚ますんですけど、まだ寝れるよねっていうのが、何度も続いて
結局お昼になるってことはよくありますけど。ネバーストップさん、桜ありがとうございます。あ、そうですね。あ、そうだ、聞いてください。ちなみになんですけど、昨日の夜から私、なんと、ちょっと待って、ごめんね、寒いわやっぱ。膝に、膝っていうか足に上着をかけました。昨日の夜からだいぶ前に最終回を迎えたファイトソングを見始めました。遅いんだよねめっちゃ遅いんだよね私。ハービョン、これくらいの髪型にしたらどう？しないけど、しないけどどう？この長さどうなんだろう。どっちに最高なんだろう、わかんないや。髪の毛の長さ最高？マジ？切ろうかな単純。それぐらいがいい、見たい。へえ。でもここまで伸ばすのめっちゃ時間かかったよ。もうだからそれ切ったらもうついてるはしないけど大丈夫そう？切ったらツインはしばらくしないかな。てかできないよね。まあでも少なくともこの長さにはしないです。ここまで短くは絶対しない。ごめんだけど、それは運年前の私に出会ってくれ三重ツアーだから、3年前、私が受験の時だから3年前の私に出会ってくれ。出会うのが遅かったようだ。あ、ハーピョンの生足見たな。3年前の私に出会ってください。この長さが見たい人は。もうファンの方がもうツインテールいいよ、見なくてもいいんじゃないって、やんなくてもいいんじゃないって言うのであれば、別に私はツインテールできなくてもいいかな。でもまあ埋もれはするよね。だってさ、まあ年をね重ねるにつれてやっぱ長すぎるのもね、ちょっとね飽きるんですよ。だから多分みんなそうなんですよ。だからきっとみんな年を重ねるにつれ連れてってわけではないけど、年を重ねるとちょっとずつ短くなったりとか、大人っぽく見せたい自分をみたいなメンバーは結構切ったりするじゃないですか。だから AKB にいたら埋もれます、ただただ。うん、そうなるとね。だから迷うんですよ。あ、すいません。長いと乾かすの面倒、マジで面倒い。ね、本当に面倒くさい。本当に面倒い。シャンプーもドライヤーももう全部面倒い。なんかもう全部嫌。
本当に。全然嫌だけど、ファンの方がツインテールをするのを楽しみにしてくれてるっていうのを、そういう気持ちになって伸ばし続けた結果だよね。しょうちゃんさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。いて引っかかれた引っかかれた、まあ、引っかかれました。誰ですか引っかいた人は。なんかもう疲れ、もうなんかいっぱい寝たい今日でも、あーちょっと聞いとこ、明日配信のね、そう配信も決まるし、本当に明日何時なんだろう。かまいたちさん、テレテテ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 。節電してるよちゃんと、偉いから電気1個消してる、電気半分の量で配信してる。偉い、うん、マックミックさんハートありがとう、パンダさん桜ありがとう。明日はあの曲と、でもそんなになんかたくさんの曲に出るってわけではないので、本当にのんのんを見に来てほしいなっていう感じ、
明日はね、のんのんのやつだね。それがあるんだけど、それの時間は分かってるんだけど、もう一個ね、別のあれがあって、そう、それが何時か分かんなくて、それ次第なんだよね、マジで。うん、その時間がね、早く分かったらいいんだけど。夜はやんないと思う。疲れてるから寝たい。うん。午前中かな、また。っていうこともあって早くね。明日何時か知りたいんだけど。まあ、寝る前に来てなかったら確認します。朔太郎さん、ハートありがとうございます。リッセンの卒業イベント行ったな、懐かしいな。私も行ったわ。私も行きました。うん、見に行った。そう、出演はしてないんだけど、見に行った。ね、本当に明日が無事行われることを祈るのみ。本当だよね。懐かしいな。ゆきちゃん、あれ、ゆきちゃんと見に行ったんだっけ。ゆきちゃんは出てたのか。誰かもいたんだよね、リッセンの。あ、ゆきちゃんの、あれ、リッセンのやつは誰か、うー、忘れたな。一緒に見た人、あれ一人で見てたんだっけな。ゆきちゃんのにリッセンがいたのを覚えてるんだけど、忘れました。マックミックさん、ハートありがとうございます。赤花のソルティさん、赤バラありがとうございます。うん、24は、あさっては下北さんがあるから、午前中は嘘だけど、なんかお昼ちょっとぐらい過ぎ、お昼過ぎぐらいに配信してメイクしたりとかしたりとかしたいと思います。うん、そんな気持ちで今います。なんかもう本当に朝人間に切り替えたいっていうのをすごい最近マジで思ってて、だからなるべくね、夜遅くまで配信をしてるとやっぱ朝人間に切り替えられないから、夜早めに寝れるように配信終わったりっていう、配信を先にやっちゃうっていうことを最近は
これからちょっとしばらくはしようかなって思ってる、うん、いやもちろんみんなが見てくれないとあれだから、それはそうなんだけど、でまあ、ショールームっていうと私のまあ今の気持ちとしてはいややめとこ、いや言うのやめます、すいませんでしたすいません言うのやめます、この話はなかったことに。気になるよね。でも結論としてはもう近々出すので、ちゃんとそれを聞いていただけたらって言うとあれかもしれないけど、それを分かったよって思っていただけたら嬉しいです。こんにちは。マジで眉毛の中のニキビかゆい。マジで眉毛の中のニキビめっちゃかゆい。もうやだ。今日何食べようかな。ラップン。作太郎さん、赤だるま、ありがとうございます。違うか、桜か、ありがとうございます。なーにゃさん、赤だるま、ありがとうございます。間違えた、ごめん。マックミックさん、ハートありがとうございます。てりたま、いいね、てりたまも。マックに行くか、コンビニしかないんだけど。あ、やばい、ダメだ、めっちゃ眠たい、どうしよう。急に睡魔が来た。やばい、眠いかも、寝ようかな、終わろうかな。一瞬終わろうかな。急にマジで急すぎるよね。いやでもさ、眠たくなっちゃった。
ろう。終わって明日のちょっと練習をちょっとして寝ます。寝ませんけど、もしかしたら寝ます。やっぱ電気だよね電気がさ、こう暗いとさ、あーなんか起きた起きた、今起きたもん。やっぱそうだわ、電気が暗いと眠くなるね。明るこんな明るかったんだ。普段この明るさでも眠いけどさ、電気が暗いと眠いね。眠気を襲う。うん、今日の最近、そっか、今日も私最近聞いた出るんだ。でもなんか次回予告見てる感じ、2つの部位をって感じだったよね。なんか2個、そのソフトバンクさんのあれもあるし、だからそんなに多分私はそんなこれまでの3週と比べてそんなに映らないと思うんですけど、でも赤ちゃんのメドレーみたいななんかを作ったので、ちょ言えないんですけど、まだ何がどうとか。とりあえず赤ちゃん本舗にロケに行きましたってことだけは言えるので、それだけは伝えとくわそれだけは伝えとくわ。あと何か伝えることはありますか。明日を楽しみに。明日のすべてを楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思います。という感じで、明日はなんかザ上手とかザ下手みたいな感じではないんですけど、でも真ん中寄りのセンターブロックの奥側、入り口から入って奥側、皆さんが入り口から入って奥側ってことは下手上手どっち。下手ですかね。センターブロックの下手、それかなんか私のいる場所的にはもしかしたら上手の立ちのこっち側、そのセンターブロックよりとかの方が見えるかもしれない。なんか下手にグイッていくより、どうだろうな。そんな気がする。明日のためにね、喉も大事にしたいけど、
歌うだけ歌って、ムックミックさん、にゃこさん、ハートありがとうございます。じゃあ5000人行ったら終わりますね。何か聞きたいことがあればハルピオに何か聞きたいことがあれば、あプンプンさせとくと、3月はまだちょっと結構めの忙しめかな。あと3つみんなに言えてないけどお話があるんですけど、一つはなんでまだ発表されないんだろうってぐらいもうすぐ近いやつ、もう一つは、まあ、時期に発表されるよねっていうので、もう一つも、まあ、時期の時期に発表されるよねっていう感じのの3つあります。その3つかな。え、どういうこと？レイちゃんが昨日言ってたけど、ハルピョンお面の裏に隠れるの？え、何の話だろう。ちょっと待って、え、何の話だろう。え、テレ東さんの話？お面の裏ってなんだ。何の話だろう。え、ちょっと待って、謎。ハルピョンお面の裏に隠れる、お面の裏に隠れる、お面、わかんないや、何の話なんだろう。それくらいコンパクトってこと？あー、そういうこと？そういうことかな。心当たりはマジで、え、明日の、明日ってか今夜のテレ東さんの話かなって思って、今テレ東さんのその日のロケをもう頭から洗いざらいしたんですけど、お面なんて被ったっけと思って、すごい今頭はてなになってます。なーにゃさん、神押しさん、さくらありがとうございます。なんだろう、わかんないわかんないや。ハピョンって自由に体の大きさ変えられるの？そんなわけないじゃないか無理だよ、ハピョンの体はこの大きさだよ。
新月は星稜なんだ、富商とか高岡じゃない。まあ星稜が一番強いっすね、普通に石川の高校なんですけど。うん、星稜がやっぱほぼ毎回その甲子園に行くっていう。なんか富山は本当にまあ富商が行ったり高商が行ったりとか結構いろいろバラバラなんですよ。でも石川は基本、まあ、日本航空とかもだけど星稜やっぱよく聞くのは星稜かな。うん、野球界だと。だからあ、ダメじゃん、電気がカチッてしたら、電気カチッてしたら止まってるってコメント来ないよもう止まってる街だったのに。る、そう、電気がチカッてなっちゃった。ピエン、もう目がもう眠たい。え、マジで眠たい。どうしよう、寝ようかな。一応ここのお部屋、お部屋は取ってあるのでもう真っ暗にして寝ようかな。だったら早くホテル行きなよって言われそう。そうだよね。いや、ダメ、明日の練習をちゃんとしてから寝ます。今寝ると夜寝ないから絶対。今我慢、はい、我慢します。寝るときにスマホを見るのもダメ。ラジオは OK ですよね。私いつもそのなんか YouTuber さんたちが質問コーナーやってみたとかっていうやつをだいたい流しながら、あの携帯にタイマーかけて再生停止のやつにして寝てます。ネバーストップさん、さくらありがとう。にゃこさんハートありがとう。頑張って、みんなお家に帰ってね、お仕事の人。すごい、停電の可能性っていうのがツイッタートレンド入りしてる。ほんまにやばいんや。
明日ドボンタイムやんなきゃ。本当だ、私も。秋葉原散策してたらついついエアポッツ買ってしまった。買って、私にも買って私にも買って。15分。でもその日のうちにやればいいって、この間その雫公園出た時に言われたんで、そうドボンタイムやるよって言って、その日のうちにやればいいっていうのを言って言われたので、え、だったら劇場の前後とかじゃなくていいんだと思って、普通にゴールデンウェッツタイムにいつもやってる時にドボンタイムやりますっていつもみたいに言えばいいのかなって思っちゃった。そんな私毎日そしたらドボンタイムやってんだが千織さんは翌日にやってた。でもさ、翌日にやるだけ偉くない？忘れた、あ、昨日ドボンタイムやるの忘れた、まあやんなくていっかってならないところがすごいわ。私だったら、あ、忘れてた、まあいっかって思っちゃいそう。魔女性やってるし普段って思っちゃいそう。うん、翌日に やるのも偉いよ、すごいよ、偉いよって千織さん先輩なのに偉いよとか言ってた。すごいですよね、普通に。忘れ、私はねまだドボンタイム1回しかやったことないからあれだけど、今月はいっぱいやる。卒業公演だとやらない人が多数、まあ、朝とかにやっとけばね、メイク中とか、メイクさんにやっていただいてる間に。あ、5000人超えてる。みんな5000いったよって。そっか、私5000人超えたらやめるねって言ってたからか、忘れてた神手って書いてある。待ってね、神手だって。私明日ごめんみんな、下手って言ったけど神手だ。ちょい神だからセンターブロックのちょい神か、下手の立ち見のセンターブロックよりです。私紙としもわかんないからごめんね。
ということで終わります。すごい今 LINE がポンポン飛んでる。明日の公演の明日の公演のグループ LINE がポン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 なってますけれども、終わりたいと思います。なんか髪切った人みたい、ほんまに全然切ってないんだけど、ごめんねすごい髪切った人みたいに見えちゃうね。明日は可愛いピョンズの女の子と連番予定なので楽しみです。マジカのバナナちゃんも可愛いピョンズだよ。ニコニコ、はいはい。なんか星稜が今いい試合してるみたい。見れない。なんかでやってる？ YouTube ライブとかやってる？TVerとかでやってんのかな。やってない。どっかでやってた。 NHK のサイト。じゃあそれだけ。もうどん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 配信時間長くなっていくんだけど。何チャンネルやってんだろう。 NHK のサイト？どこ？9回表星稜で誰か URL 送ってわかんない。ラジオ放送やってるって。ラディコ、大相撲しかしてない。いいや、とりあえずランキング読んどろう。そしたらみんなが結果教えてくれるはず。ランキング読みます。1位、卵アット今夜は超絶赤ちゃんの気持ちになって放送を見ました。どうぞ2位、くじのだいごさんありがとうございます。3位、しょうちゃんアット7レンジャーさんありがとうございます。4位、パンダさんありがとうございます。頼むから早く配信切って。そんなに見たくないなら君が切ったらいいと思うよ君は自由に切れるんだよ、私の配信をめっちゃうざい人になってみた君は自由に切れるんだ、私の配信を。変な音になった。そんなこと言われたら続けちゃうぞそんなに見たくないなら切ればいいと思うんだが、しかしどうも。何回も言わないって。だって何回も早く配信切って、配信切ればって、
配信自分だって何回も言ってるじゃん。選抜ライブって調べたら見れる。めっちゃ優しい、ありがとう、大好き、初見さんなのにありがとう。とりあえずランキング読みますね。選抜ライブ調べる、ありがとう。何回も、自分も何回も言わないの。選抜ライブ、ほんとだ。あ、待って、プロ野球のこの、あ、なるほどね、これでやってんだ。このアプリ入ってる、私スポーツナビ、スポーツナビ入ってる、野球速報。とりあえずランキング読もう。4位パンナさん、ありがとうございます。5位ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位ニャーコアット、あさってから腹直しさ、この人永遠にあさってなんですけど、また永遠にあさってだから、あさってはもう来ないのかな。7位ナーニャ、神よし、ナーニャさん、神よし、明日のんのん卒業で行くよさん、ありがとうございます。いつになったら切る、いつになったら切るの、私の配信いつになったら見るのやめるの。めっちゃうざい人じゃん私。あ、めっちゃ煽ってる。めっちゃ煽ってる今。楽しい。やばい、リップクリーム崩壊した。サットさん、ハートありがとう、ありがとうございます。8位、冷めた心を温めて、ビンゴ、バカ、ずっとずっと好きだったのにさん、ありがとうございます。9位、カズさん、ありがとうございます。10位、ネバーストッパーと初めてのプレゼント、エアポッツ来るか。あの電化製品、家電製品無理なんですよ、残念ながら。はい、ありがとう、気持ちだけ受け取っときます。11位、作太郎アットハルピョン、ターン押し、可愛さが溢れてるさん、ありがとうございます。12位、ナーベさん、ありがとうございます。13位、マックミックさん、ありがとうございます。あら、もうハルピョンの勝ちでいい。ハルピョンの勝ちでいい。おーい、来ちゃったのかな配信。そして本日のラッキー88位はシュガーアット夏目伊藤さんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。スポーツナビ、仕事中の山内さん、お仕事頑張れ、ハートありがとう、キュンありがとう。今いいとこだよ、超超いいとこ、野球めっちゃいいとこ。ハピョン勝っちゃったね、ハピョンの勝ち、マジ21歳だと思う。バッター笑ってんの怖いな、余裕そうだもん、なんかね、すごい余裕そうな笑顔でも、うやめてよ、びっくりさせたい。なんかね、誰だっけ、水谷隼さんが言ってた、なんか自分が焦ってる時ほどなんか笑顔でいないと焦ってるのがバレちゃうみたいな。そう、お、アウト、よし、いや私申し訳ないけど星稜応援してるよ、北信越だからね、同じ北信越、北陸だから申し訳ないけど、取れ、アウト、
そう、ゴジラ松井さんの母校延長だ。待って、なんかすごい長く続きそうだから終わります。すごい長く続きそうだから終わります。私も明日の練習をしなければいけないので。もうハルピョン勝ったし。ハルピョン勝ったし、バイバイ、ありがとう。橋本も勝ちましたので、それでは最後にランキングじゃないや、キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。なんか12回まで続くから、すごい、193万視聴ってやばくない？すっごみんな気になってんだ。うん、すげえな。ということで、はーい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のルビットジャンプで6485人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハロピョンこと橋本アラナでした。皆さん本日はありがとうございました。今日はもう配信しないです。おいありがとうございました。それではまた明日は、ちょっと何時にするか分かんないから、ぜひ通知をオンにしてフォローしてお待ちください。それではバイバーイ、ありがとう。おやすみ、おやすみじゃないけど、おやすみ。